青井さんの嫁さんが風ということで、本日は戦いの中、マスターベガはお休みということです。さあ対空にはホイールキック、さあ出場中出したらホイールキックを使って、さあめくって画面端を返して投げる、さあジャンプチーバーが投げて、さあお互い奥詰めで殺したいこの組み合わせ、ホイールを使って集中竜巻、集中の見失いなさ、前線と噛み合って投げる、さあ大パンが入った、さあこれはしっかり勝利を掴んで、これが来ました。まず1本取るはニャンシさんと龍。はい、人が通るときはね、すいません、ちょっと、通る人を優先させてください。人が混み合っておりますので、人が通るときは通る人を優先させてください。お願いいたします。協力お願いします。さあ、走行してるの一旦に、おっと、昇竜拳で切り返していったニャンシさん。中盤中盤、しよし、第5層は届かなかった。投げグラフ、シャークネスを出していった。おー、全力ディレクション EX 一発で止めて投げていった昇竜拳。これはお互いとも結構これはキャラ対策がしっかりやられてるんですけど、そうですね、結構お互い手出しづらいともう奥詰めでっていう話になってくる組み合わせだと思います。なるほどですね。さあ EX トルネードで投げてて、これでトップアメルが1本取り返す。はい、ヨシボーイさん、A さんと、アキモザンギさんのチームですね。はい、お呼び出ししてます、お呼び出しをしてます。そうこうしている間に、大会、はい、こちらの方では試合が進行しておりますので、ヨシボーイさんと、A さん、ヨシボーイさん、ヨシボーイさんはどこだ、しばし、投げは空振り、はい、じゃあヨシボーイさん、次の前足からホイールキック出してた、準備をお願いいたします。しばし、はい、あっちらですね、 EX で削り上等で出していった、さあ、払ってください。さあ、勝利を収めたのはトップアベル、アキモは、さあ、HP 側は、スタートが押されたようです。トコさん、どうぞスタートをしてください。